網の上で豪快に焼かれる肉に寸胴鍋で煮込まれる豚汁。めっちゃうまそう。やっば。石川県七尾市の慶寿総合病院で振る舞われた炊き出しです。準備から調理まで全てを行ったのは熊本市にある慈恵病院から駆けつけた職員です。被災地に入ったのは10人。患者とスタッフの両面からサポートしていくといいます。2016年に熊本地震を経験した慈恵病院。その際の経験から恩返しとして今回の支援に至ったということです。私たちも地震の後2週間ぐらいも病院から帰れなかったんですよね。でやっぱり患者さんとか地域の方のことが優先で、職員はもう本当に飲まず食わずじゃないですけど、温かいもの食べてほっとする気持ちをすごく皆さん持ってもらえると嬉しいです。持ち込まれたのは熊本赤牛のバーベキュー肉およそ1000人分など。嬉しいわね。熊本の人たちもひどい目に遭ったさかいね、この人たちもね、ようこんな遠いとこまで来てくれて感謝感謝やわ。家も水が出ないので、調理がなかなかできないので本当に助かってます。地震発生から10日以上地元の医療を支え奮闘する病院の関係者からも喜びの声が聞かれました。わざわざ遠くから来てくださって、ね、ありがたいなと思いますし、うん、嬉しいですね。職員もみんな被災者なんですよ。この人たちに対してね、このお肉プロジェクト伺って、もう本当に嬉しいって言いますか。熊本市の関係者による恩返しの輪は石川県珠洲市にも広がっていました。駐車場に集結していた複数のキャンピングカー、その利用方法について市の担当者に聞きました。各自治体から、いろんな応援の、お手伝いをしていただいております。ただ支援に来ていただいた皆さんには非常に環境が悪い中、床に雑魚寝して、さらに、仕事を手伝っていただくというような状況でして、そういった方々を、休んでいただけるように、このキャンピングカーがございます。きっかけは熊本市の職員からの提案でした。パニックっている状態ですので、その中でご自身の経験からこういうような手配をしていただいとるという感じです。現在珠洲市に到着しているのは業界団体に所属する会社が提供したキャンピングカーなど19台。ナンバーを見ると各地から集結していることが分かります。団体によると、東北の震災や熊本地震の際に同様の支援をしていて、今後さらに提供台数を増やしていくとしています。